まず一番はポケットモンスター、ポケモンという作品との出会いが一番ですね。でそのポケモンという作品がビッグタイトルになっていく中で、利益、お金が入ってきたものに対してそれを全て設備投資とスタッフの育成というところに回していって、一つは設備を作る、もう一つは人材を育成するということを徹底してやってきたことが、いろんな作品に対応できる会社になっていって、でその対応力みたいなところがいろんなメーカーさんや、クライアントさんに認められて、いろんな作品が、OLM にやってくるようになり、でさらにそれをまた今度設備投資をして人材育成してということを繰り返してきている、これが多分今 OLM が認めてもらっているところではないかと思います。多分世界でいろんな作品が作られていて、でそのいろんな作品は、いろんな予算、いろんな設備、そういったもので作られているので、その作品を見て、いろんな作品を見て、でその作品がどういうバックボーンで作られたのかを調べて、で、自分だったらどうするんだろうかとかっていうことを考えながら、とにもかくにも作品を見て触れて考えるっていう作業を、学生の間は一生懸命やってもらいたいなと思います。とっても大きな学校で、校舎で、設備もすごい、今、紹介を受けましたけど、いろんな設備があって、ここは大学なのかと思うぐらいすごい素晴らしい施設がいっぱい整っています。で、ここの生徒さんが優秀な方と何人かお会いしてますので、とても優秀な教育もされている、素晴らしい教育もされていると思いますので、この後生徒さんと触れ合うんですけども、とても楽しみにしています。 GoTMSU